カナディアンブラスは1970年にチャールズ・デイレンバック、ジーン・ワッツラによって結成された金管五0奏団である。国外での厳しい公演スケジュールをこなす一方で100を超える CD や DVD を録音、録画している。多くの金管五0奏のためのオリジナル作品や編曲作品を移植し、演奏し、録音している。ワシントン・ポスト市場で 世界第一級の金管アンサンブル団体と評されており、彼らの演奏する曲は幅広く、バロックから古典派、ルネサンス、中世音楽、さらにはジャズやポップスにまで及ぶ。フォーマルな黒いスーツを着て、白い運動靴を履くという独特の演奏衣装で知られるカナディアンブラスは、1975年、ワシントン DC のケネディセンターでアメリカ初演を行った。 1977年には当時のカナダ首相ピエール・トルドーに選ばれてカナダと中国の文化交流を目的に中国本土に渡り演奏会を行った。現在中国国内では彼らは文化大革命で西洋音楽が攻撃された後初めて中国に入国することが許された西洋音楽の演奏家として知られている。1979年には 室内が相談として初めてカーネギーホールのメインホールで単独演奏会を行った。この演奏会は満員となり、またニューヨークタイムズ紙はこの演奏をメインステージの呼び物としてのカナディアンブラスを明確に確立したと評した。40人以上にわたって海外での厳しい公演スケジュールをこなし、また様々な録音を行っており、 ビルボードの音楽チャートでは1970年代、1980年代、1990年代、2000年代のいずれにおいてもランクインし、RCA、BMG、CBS、ソニー、フィリップス、デッカといった金管楽器奏者の録音を行っている。文字通りすべてのレーベルで録音を行っている。現在は、 デイレンバックが社長を務めるトロントのオープニングデイエンターテインメントグループというレーベルから録音が発売されている。現在のメンバークリス・コレッティ。ありがとうございます。